バックソードは西ヨーロッパの刀の一種。片刃の刀剣であり、切っ先から4分の1のみが両刃になっているものもある。籠状の柄が特徴であり、バスケットヒルトソードとも呼ばれる。バックソードという故障は、同時代の他の刀剣と比べ分厚い背を持つ、背を持つ刀剣が由来である。刃渡りは90センチメートル以内で、重量は1.2キロから1.3キログラム。 軍用のバックソードの一種。1796年のイギリス製の騎士用の剣嘩立て用の刀である。バスケットヒルトとは、カゴ状の柄のことであるが、単一の起源は存在せず、中世末期にヨーロッパの各地で誕生したとされる。初期のバスケットヒルトは、鋼鉄の棒を組み合わせたものだったが、やがて防御性能の向上を考慮して、板状のものになっていたという。また、 つかまれたりカゴの隙間から刀剣の喫先が入り込んだりするのを防ぐためかごの裏には皮が貼り付けられていた。ただ、このようなカゴ状の柄を持つ刀剣は奇襲などを受けた際に素早く鞘から抜くのが難しく柄ではなくかごの方をつかんでしまいやすいという欠点がある。類似の刀剣としてはスコットランドのブロードソード、イタリアのスキアボーナなどがある。 バックソードのような片手用刀剣を扱う際に最も注意すべきことは切り付けた時に刃を正確に立てることである。ヨーロッパの刀剣はよく棍棒のように扱うと誤解を受けがちであるが実際には精密な動作が要求された。この問題は刀剣を片手で扱う時に顕著になる問題とされ18世紀の剣士ジョンゴッドフリーは片手用の刀剣で切り付けると 手の中で回転してしまい、正確に歯を立てられるのは10回に1回で、残りは平らで殴る羽目になったとしている。この他に、引き切りという用法もあり、これは刀剣が命中した際にそのまま押し切るのではなく、押し付けながら手前に引くことで深く切ることが目的だった。ありがとうございます。